ラクスティ観光ツアーイン下水道イエーイカン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 。まあ一瞬ね、なんかね、言葉が詰まったからね、なんか大丈夫、大丈夫、何か起こったっていうふうに思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ね、下水道っていう英語が全く浮かばなかったところですね。まあ、インまで行ってさ、ラクーンシティって、まあ観光ってね、もうサイドスイングじゃなくて観光って言ってる時点でも英語も日本語もぐっちゃぐちゃになってるんだけどね。まあまあそんなことは言ってほしいね。あ、これなんかアマゾンの箱っぽいね。このバーコードを読み込んだらおそらくですね、ピッポッパってなると、うん、まあ何なんかね、昔の公民館とかさ、建物とかにこういう大型のクーラーってなんかあったよね。僕は小学生くらいの頃とかこういうのあったなっていう気がするんですよね。はーい、おい、がいくつか分かっちゃうということでございます。はい。では、ここでね、監視モニターを見ながらですね、下水道でね、キャッキャウフフしてるね、職員さんたちを捕まえてですね、お前ら俺も混ぜてけろーっていうね、もうドエロいやつがいっぱいたくさんいるということでございます。いっぱいもたくさんも同じ意味だ。で、こっちに行くことができました。残念でした。はい。で、相変わらずで、時を止めようということですね。はい。時を戻すのではなくて、時を止めようというような感じでございます。はい。で、前回ですね、まあ、個人とかね、警察官と、警察官じゃねえ、警察署とかね、まあ、いろいろ、ありとあらゆるところを行ったというところだったんですけれども、まあ、無事にですね、下水道に、沈没していたということで。はい。じゃあ、早速ですね、今回はですね、下水道観光ツアーをやってまいりましょう。で、後ろ振り返ってみたところで、残念ながら、降りるところは特にないって、なんか死体っぽいのがあるけど、あれはなんだ？あ、ただのドラム缶だった。残念でした。ドラム缶といえばなんかあれですよね、ドンキーコングが風で投げてね、ビーバーだら、なんだらっていうので、ポコンって投げるみたいな、そんな感じでございますね。はい。で、まあ、特にここ紹介するところはですね、やっぱり下水道らしくですね、なんかコウモリの亡骸みたいなね、ゴミがいっぱい散乱しているということなんですけども、まあ、今回からですね、皆さんにですね、ちょっとね、まあ、見せるにはちょっと耐え難いようなね、あ、くっさい、最悪くっせーみたいなところがいっぱいあるんですけれども、まあ、ご安心ください。皆さんにですね、下水道ですね、とんでもない集約的なものをですね、集約なものをですね、ご紹介していくものことには変わりないんですけれども、ご安心ください。匂いは届きませんのでね、はい。私、この間ですね、自宅にあるですね、パイプユニッシュのところ、パイプユニッシュじゃなくて、パイプのところですね、お掃除をさせていただいたんですけれども、まあもうね、もう本当にこの下水道のようにもう見るに耐えない、そしてもう嗅ぐに耐えないような匂いがニュルンとニュル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 ってなってたんですけれども、ね、もう無事に詰まりまくっていた髪の毛をね、ニュルっと抜いたことによってですね、あれなんか最近洗い流すとすごい、床に詰まる、床じゃねえ、なんか、すごい、あそこなんて言ったんですかね、シンクっていうのか、シンクになんか詰まるなみたいなことがあったんですけど、シンクに詰まっちゃおうなと思って、そしたらもうね、快適快適、雨あられってことですね、まあ、雨は降らないし、あられも降らないんですけどね。まあ、で、まあ、生活用水等々ですね、まあ、それからこの色に関しては、血が、まあ、こう、水とともに流れてきているというところでございますので、まあ、その中にね、下半身を全部突っ込んでいるね、この女子大生はいかにということでね、ああ、うわ、すごい濡れているわ、こんな彼女今抱くことは私はできないでしょうね。そしてこのマンホールの向こうを抜けるとですね、はい、センチネルがたくさんいるというところになっております。はい。センチネルという単語がわからない方に関して、メトリックスで調べていただけたらと思います。で、なぜこんなところにですね、よくわかんないガスバーナー、でもなんかあれですね、ペットボトルの、缶バージョン、缶ボトルって言ったんですかね、そしてこの先をヒューって、あるいはまさかこんなところから落ちてきたんじゃないでしょうねってね、バイオシックスのエイダのセリフがなんか思い浮かぶようですけれどもね。はい。で、なぜかここにね、ケーブルがあってね、このケーブルって何なのかな、こっちに向かっていくと一体どんなところに観光ツアーすることができるんだろうなということでね、まあ、ケーブルツアーはね、後ほどね、お使いさせていただきますんでね、皆さん今からお楽しみということで、で、あちらの方ですね、ちょっとね、酔っ払って寝ている奴らじゃねえよ、一人だけですね、がいらっしゃいますんで、まあ、そういうね、酔っ払いに関してはですね、私ね、過去ね、小学生の頃からで、まあ、幼稚園くらいからかな、まあ、ちょっと嫌な思いをたくさんさせられてきたということでございますんで、まあ、ちょっとね、はい、酔っ払いに関しては、ね、容赦なくね、もう、はい、さっさとコギコギにさせていただくということで、こちらのはしごを登ってまいりましょう。で、こちらのはしごを登っていくとですね、仲良しさんに団子三兄弟、台をこちらを向いているということですね。はい。一番上は首ふら、2番、違うな、これ一番下か、一番下はグレン、奥で寝ているジャイアン、扉の向こう側はどうなった、焦げって、え、ああそういうことか、こうダーンってなったらさすがに起き上が、あ、ごめん、起き上がる前に焦げちゃった、ジャイアーン、すいませんでした。はい。で、こちらはですね、ここですね、いろいろ操作基盤みたいなものがあるんですけれども、まあ、ここでね、あそこのターンテーブルをね、くる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 回すということによってですね、まあ、いろんなところに行くことができますよっていう、そんなオチでございますね。はい。で、まあ、いろんなところにね、ぐる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 回ることによって、ゴミをね、処理をしたりですね、それからゴミ箱に足を突っ込んだりとかね、手を突っ込んだりとかですね、そうするとね、職員さんが働きすぎて過労でお亡くなりになっているということですね。やっぱり、左手をちぎるほど頑張っていただいたということで、ご褒美ということで、もう一発ね、いろんな体の部位のところ、別のところちぎっておきましょう。はい。右足が吹っ飛んでいった。右足首だけが、右足首、右足首どこだ、右足首どこだ、これか、これっぽい、え、違うの、んこれか、あ、こちらですね、こちらの右足首が、吹っ飛んでいったということでございますね。はい。我が社ではですね、やっぱりね、
最後までお届けするっていうことです。最後までというか、最後お届けしてるんですけどね。はい。ということで、こちらのですね、やっていくことですね。こちら何が、眠っているかというとですね、確か、SZF でしたかね。SZF で押すと、まあ、なんかちょっと思い浮かばないですけどね、スーパーサイヤ人 Z ファイナルみたいな感じかもしれないですね。はい。Z は何の略なんでしょうか。はい。ということで、こちらとりあえず開けていくと、あー、チャレンジ。はい。ということでございます。ちょっと待って。一発かよ！一発目をお見舞いしたい。はい。で、過去ですね、こちらのですね、過労でね、倒れていった人たちのね、ファイルというものがですね、過去60年の歴史でね、これだけいらっしゃるということでございます、ね。はい。で、一つのファイルあたりですね、約40名のですね、過労で倒れた方々の、お名前をファイルすることができると思いますんで、まあ皆さんね、これで何万人という方々がですね、あちらの方で、まあ何千人レベルかな、まだね、100ファイルくらいあったとしたら4000人か、まあ少ない方かもしれないですね。うん。はい。で、こちらですね、いろいろとね、まあまあ、なんかいろいろスイッチを押すんですけど、まあ、これをパコ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 って押してね、電気回復して、やったーってやったらですね、その横からですね、ベルキラプトルが襲いかかってくるって、いやー、怖いーって言って、で、まあ、逃げ回るっていうね、って、エリーサトラ博士が言っちゃうということでございますね。はい。で、今週のですね、過労死ラインを超えている人たちのリストでございますね。はい。冗談抜きでですね、私もですね、朝の5時まで上司と二人きりで働いたりとかっていうのを何回も経験をしているとかですね、あるいはね、朝の6時にね、出社をしてですね、6時半から会社を開けてお客様を招き入れて、お客様も大変だったということなんですけども、まあ、過労死に関してですね、断固戦っていかなきゃいけないというところでございますんで、国ではなく、まず国に何とかしてもらうっていうわけではなくて、まずは自分から断固戦っていくっていうことからも始めていただくのが、やっぱり仕事としてね、十分いいのではないかなというふうに思います。ということで、こちらね、急にムービーシーンに入ったんですけど、一体何が起こっているかというとですね、どういうこと？前々回かな、前々回個人をですね、観光ツアーしていただいたシェリー・バッキーちゃんがですね、なんとですね、なぜかよくわからないけど、ゴミ処理場に落ちているという状況ですね。彼女は一体どうやってここに入ったのかですね。はい。上から落ちるって言ってもね、落ちた瞬間にですね、もうやっぱり両足ぽっきり行くような高さから落ちていく、落ちる可能性が高いということですし、ましてはですね、こちらに正式に入るための扉に関してはですね、停電をしているので扉開くことができないということなんですけど、どうやって本当にここに彼女が入ったのかって、そんな疑問が拭えないという状況なのかもしれないですけども、まあまあ皆さんそこを気にし始めてしまうとですね、やっぱりゲームとかアニメとか漫画っていうのは色々と矛盾点だらけってことがございますんで、私が最近感じた矛盾点はですね、バスケットボールをやっていたっていう関係がありますんで、まあ、黒子のバスケを読んでいたんですね。で、黒子のバスケを読んでいたですね、シュートが決まったタイミングっていうのはタイムアウトを取って、まあ、60秒間の作戦タイムっていうのを取ることができるんですね。そのシュート決められた側の方ですね、例えば赤対白が戦ってて赤がシュートを決めました、そしたら白のチームがタイムアウトというもので60秒間の作戦タイムを取ることができますという、そういう仕様になっているんですね。ところがですね、これ時間が止まらないとタイムアウトを取ることができないのって言ってね、赤のチームが無限にシュートっていうのに、白のチームがなかなかタイムアウトを取ることができないっていうね、謎のことが起こっていたということでございますんで、本当にこの作者はね、ルールを分かってバスケットボールを描いているのかね、分かってないとしたらね、タイムアウトの通るタイミングくらいはね、ちゃんと取材で分かってから書きなよでね、藤巻さんに対してですね、ちょっとしたらですね、どうなんだっていうちょっと疑問を抱いたというところでございます。はい。で、そんなことをね、言いながらですね、まあ、ただ黒子のバスケとしてはですね、バスケットボールのエンターテイメントという枠でですね、見ていただくのは十分面白いかもしれません。ガチンコで見たいという方ですね、やっぱりスラムダンクだったりとかアヒルの空とかっていうのをご覧いただくのをお勧めいたします。で、そんなこと言いながらですね、こちらカチャンとやっていって、で、こちらでですね、私の非常に苦手なですね、なんかいろいろとね、仕込まれているんでシコ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 って、で、ルークはナイトと同じ壁面だったところですね。はい。で、こちらビショップですね、ビショップでした。はい。で、ルークとナイト、はい、一緒だった。で、ビショップとクイーンは隣じゃなかったと。で、クイーンとルークは向かい合っていたということでございますんで、ルークとナイトは同じ壁面だったはずだってことですね。で、ルークがこちらにいるということ。違う、これナイトじゃん。ってことは、ナイトはこちらに刺したでしょう。はい。で、ナイトがこちらに刺されていると。で、ってことはこれルークか。じゃあ、ポン。違う、これポンじゃん。ポンですね。で、これは、ルークね、ちょっと待って。ストップ。ルークはないと。あ、ルークがない。あれ、ルーク、あ、そうか、ルークは上か。ルーク上でしたね。はい。ルーク、スカイウォーカー。はい、もうこういうね、もう遊び心が、まっぷりってなんだ。たっぷりっていうのはいいのかもしれないですけどね。はい。で、クイーンとルークは向かい合わせでしたってことですね。こっちとこっちが。ってことで、ポーンがあっちってことはね、クイーンとルークが向かい合うのはこっちだということでございます。はい。で、ビショップがこっちになるってことは、クイーンは自然にこっち、ルークはこっちに行って、キングがあっちに行っちゃうっていうことですね。はい。ということでございます。はい。皆さん、何をお前は呪文をベラベラ唱えているんだっていうことかもしれないですけど、まあ呪文はやっぱりね、唱えてね、ウィガービラレビオーサーって言ってね、空を飛ぶヒューってなってくる。だって酔っ払いがね、あそこで寝ているんですけど、果たして彼は起き上がってくることができるんでしょうかね。はい、もう、もう一発くらいね、もうドーンと燃やしてくる。はい、ゲーって。はい、鉄格子に向かってね、こっちにウェーってなっているところなんですけれども、まあそんなことも気にしないでね、とりあえずケーブルカーに私は乗ってね、皆さんを研究所へお連れしたいというふうに思っております。はい。こちらピーンと一つ言ったんですけども、レッドハブだけ手に入ったところで何の意味もないよーってことなんですね。はい、こちらのくるくる道具を手に入れたことによってですね、私の行動範囲がさらに、腹に。ケーブルカーの乗車に。ケーブルカー、リストタグが、あー、すいませんでした。リスクって、リス、
リストタブをね持ってくるの忘れちまったっていうことでございますんで、一旦ですねリストタブをですねあの一旦探してですねあの皆さんのところにお届けしてまいりたいというふうに思いますので今少々お待ちいただけたらと思います。リストとか誰が持ってんだっけな。いつもねあのね貸し出しをレンタルをした後ですねあのここに戻しといてよっていうことをねあの全社通知をするんですけどね。あとね誰が借りたかいつまで借りるか、あの何番のキーを借りるかってまあ1234のねあのリストタグっていうのがあるんですけど、その1234ねいつもねあのねでここあのちゃんとやっといてねもう酔っ払いがでっていうことをね言ってるんですけどね誰も守ってくんないんですよね本当に。もうあの今回あのリストタグ1番をねつけてねあの忘れてるやつがいたらね本当にねもう全身の服をひんむいてやるっていうことですね。あの裸にしてねあの獄門貼り付けの刑にしてやろうかなというふうに思っております。一体誰がリストタグ1を貸し出したまま持ってっちゃったんでしょうね本当にね。ということでこちらの方に向かってまいりたいというふうに思います。ということでExitさよなら終わりバイバイチラドン。何かがいたような気がしたけれども、皆さん気のせいでございます。圧倒的気のせいでございます。本当に気のせいだよね。本当に気の。はい、気のせいでございましたね。はい、気のせいですか。はい、もう受け止めて燃やしていきましょう。こっちも燃やしていきましょう。はい、爆走。はい、仮装なんて生ぬるいわ、手ぬるいわ、爆走だ、イエーイということでございます。はい。まあ、実際にね、皆さんがね、もしね、いざ、天寿を全うされるってなった時に、ね、一体どういう召され方が、お好みなのかということで、ぜひコメント欄の方に、お届けしてください。老衰って言ってもね、なんかね、気づいたらあれだったっていうこともあれだったんで、ね、もしね、自分のね、死ぬタイミングとかっていうのね、はっきりとわかるっていうことであるんであれば、まあなんかね、こんなやり方がいいのではないかな、なんていうことがね、あったりとかするんですけど、こちらちなみに戻るときに、なんか変態野郎が出てくるのかな。チロッチョ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 出てきたー。さあ、ゴリラでございますね。はい、天然ゴリラちゃんでございますね。はい、通称こいつは G と言うんですけども、ね、なんだっけな、なんかね、この子に、ね、あだ名つけてあげようかなと思ったんですけど、とりあえずなんかゲロゲロしてる。ちょっとそれはもう一貫と仕方言うということで、はい、見えなくなりっていう爆発。これは、あれなのかな、お目玉が。あ、お目玉ペロペロ出てきますね。はい、ここの中にあるですね、ですからね、通称目玉親父と呼ばれているものですね。はい、目玉親父をね、ペロ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 してるってことで、やっぱり、我々は鬼太郎だったかもしれないということでございますね。あ、相変わらずジャイアンの顔があれですね、おぺちゃん。ということで、ジャイアンは死んじゃいやーんということで、はい、飛んで、あーはー、手のひらをた、ちょっと待って。完全にあれですね、ペロリーナ先輩みたいな脳みそがひんむけているという状態ですね。ここだけがなんか、ちょっと、待って、これおでこじゃないの？おでこがなんかもう、なんか脳みそ気に入ってたんですけど、ちょっと個人的に向きが気に入らないので、あーもう完全に手のひらを太陽に、はい、というのはくだらないことをやっているうちに、おー手がピロンって取れましたね。じゃあ両手のバランスっていうのが非常に大事になってくると思いますので、こちらも剥がしておきましょう。はい、それで、はい、大丈夫でございますね。はい、ということでですね、今回のリストツアーじゃない、リストタグをね、探そうとしすぎてね、リストツアーって言っちゃいますね。はい。ということでね、今回ね、ちょっとまあ、多少ね、あまり進むことができなかったかもしれないですけども、観光ツアーとしては以上とさせていただきたいというふうに思います。まあ、こちらのね、中にはですね、たくさんのね、大型のカエルが眠っているということでございます。はい。で、人を丸飲みにしてしまうカエルがね、たくさん眠っているということでございますんで、皆さんですね、襲われないようにだけ注意をしてください。もう襲われてしまったら我々としてはですね、保険適用外になってしまいますんでね、なぜかというと、自然生物によるね、災害に関してはね、自然災害、地震、雷、火事、親父と同じでございますんで、親父はまあ、人的災害かもしれないですけどね。はい、ということで、まあこちらですね、皆さんね、きれいきれいしていただいて、でもラクーンミルクって書いてあるね。へえ、ラクーンミルクなの、ラクーン、これラクーンくんが、ラクーンくんのお乳を絞ったミルクなのかもしれないですね。へえ、牛じゃなかったのにね。まあアライグマでもちゃんとお乳は絞ることができますよっていうことでございますね。はい、ということでね、なんかたくさんベラベラ相変わらずのごとくね喋った、ちょっと間違えました。今思いっきりね、ビデオテープのところにハーブを突っ込もうとしたけど、そんな無茶苦茶なことはできるわけがないということでございますんで、とりあえずなんかよくわからないけど、これとこれを合体させておきましょう。母ちゃん組み合わせ、はい、ということで、はい、ということでですね、はい、本日の動画は以上とさせていただきたいというふうに思います。次回もね、観光ツアー皆さんと共にお楽しみでできたらと思いますんで、お付き合いいただくほどよろしくお願いいたします。ではまた次回観光ツアーでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。チャンネル登録もよろしく。そしたら無料で観光ツアー参加できるよ。